おはようございます。ようこそお越しくださいました。ゆっくりハムスターのきなりです。今日も占っていきます。少しでもあなた様の一日のアドバイス、きっかけになれば幸いです。それでは早速行ってみましょう。まずはラッキーナンバーとラッキーカラーを出していきます。ラッキーナンバーとラッキーカラーは占い中、僕の上に表示されてます。サイコロの出目がナンバー、サイコロが転げた先の色がカラーです。本日のラッキーカラーは青紫、ラッキーナンバー2です。それでは続きましてタロットカードで占っていきます。シャッフルして2枚のカードを出しています。どちらか選んでいただいてもいいですし、両方の結果の複合でも OK です。アルケミアタロットカードを使っていきます。どちらか選ばれる場合は決めてください。リーディングに入っていきます。約10秒間お取りしました。進めていきます。まずは1枚目めくります。カップの王の逆位置が出ました。振り回され己を失う。人の顔色を伺って意見を変えたり、接する人によって態度を変えたりと風見取りのような状態です。自分の軸がありません。愛情面でのトラブルや、期待が裏切られることを暗示しています。思いが募るばかりで、手応えのない関係に疲れを感じているのなら、潮時かもしれません。欲や激しい感情によって身を滅ぼすことのないように、心を沈めることが何よりも大切です。また勝ち目の薄いことにトライするのも避けた方がいいでしょう。ギャンブルやアルコールへの依存にも注意が必要です。カップの王の逆位置の意味は強欲、感情型、激しい思い、偽善的、独断、責任回避主体、力技、損失、過失、冷淡なパートナー、人間関係に振り回される。2枚目めくっていきます。カップの5の逆位置が出ました。新たな局面に向け再起する。自分に残されたもの、そして失ったからこそ得られたものを糧に、新たに動き出します。逆境でこそ洞察力が冴え渡る気配も。ダメになったものが蘇り、新たな希望が芽生える兆しです。一度は別れた相手から連絡が来たり、終わったと思っていた縁が復活するかもしれません。諦めかけた夢に、もう一度トライしようという勇気が湧いてくることも。ただしこれらの変化は、あなた様が過去を反省したり、生き方や考え方を変えようという試みによって、招かれてくるのです。変えたいことがあるなら、本気で取り組んでください。カップの5の逆位置の意味は再生、復活、再起、新たな出会い、新鮮な出来事、困窮から脱する、再挑戦する勇気が出てくる。本日の占いは以上になります。少しでもあなた様のお役に立てれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございます。気に入っていただけましたらチャンネル登録・高評価をよろしくお願いします。ぜひまたお越しくださいね。